こんばんは。こんばんは。こんばんは。15分配信します。あ、3周年。え、もーちゃん3周年なん？なんかは。あれ3周年タワー、タショールームが3周年ってことかな。うん、うめえ。ありがとう、ありがとう、こんばんは。じゃあ今日すっぴんで髪も整えてなくて、あのショールームの加工をバカみたいに使ってるんで、よろしくお願いします。ね、もうか毎日配信がもうか3周年なんだって。あ、そういうこと。おめでとうやん。ありがとう。おめでとうやん。くまちゃん、はんちゃん、ありがとう。書くやつさ、あ、ない。うん、あるわ、ここ。あるやん、それ使っていいよ。食べてや、くまちゃん、ありがとう。眠たい今日は。2人でね、化粧しないって心に決めて。まあさ、19歳のすっぴんとさ、24歳のすっぴんはさ、まあ必然的にさ、クオリティが違うわけじゃん。それで、あの加工、私のぐらい加工させたのさ、宇宙人になってた。あ、マジ加工映えする顔面なんだよね。え、それってブスってこと？了解。かわいいのに言わないの、そんなこと。もうでも本当にね、加工が似合うんよね。愛プリティーなんだから。加工が似合う。あ、トシさん、ありがとう。プリティーなんだから。加工が似合うんだよね、愛。なんか加工が受け入れやす、うん、受け入れやすい体質、顔。加工、うん、なんすよ、みんなそうよ。私もだって加工の方がそりゃ可愛いよ。う、うん、もーちゃんは存在が可愛いよ。私たちね、多分これからいっぱいコラボしてるよね。そうだよ、こうめっちゃずっと一緒にいるかもね。うん、こんばん、こんばんは。明日は東京で一緒だよ。明日はね、違うね。違う。明日はもうか、普通に出番が結構夜なんや。明日。え、そうなん？そうなの。飛びに行こうかな。え、どこ会場？イースト？覚えてない。覚えてない。教えて。でももう本当に。自分がどこで何をしてどこで踊っとるのかも何にも覚えてなくて、うん、なんかこの間もそういうクイズがあったけど何にも分からんくて、うん、えみたいな。ちょっと分かるよ。何日にどこ行ったかも何も覚えてなくて、でもその時のなんつって、あれは覚えてる。会場名は覚えてないだけで、うんうんうん、思い出は残ってる。マサイしに行こうかな。え、ジャンピングしに行く。チケットとか売り切れちゃうかな。でも明日のやつは結構急にな、決まったんよ。あ、ほんと。対バンよね。そう、急に結構決まった。6日は前から決まってたけど、なんかね、5日のやつは両方対バンよね。私も去年の今頃はもうストックのとっくに東京で。あ、イーストやん。愛が最後にライブしたとこやで。あ、そうや、これ見たことあるかな。そう、私が最後のアイドル。明日明後日決まって待ってます。そう、まだピムスの看板ってあるんかな、イーストに。見てみて、そっと通ったら。そう、イーストね、イーストね。そう、アイリさんに呼ばれてます。よかったよかった。明けおめ、こんばんは。そっかそっか、イーストか。6日も
6日はどうなんだろう。うん、仕事始め明日。そうやね、私一生仕事始めないんやけど、どうしよう。でも私もう明日、明日、明後日したらもうないよ、ほぼ。そう、なんかタイムツリーっていうスケジュールアプリを使いよったんよ。一緒ね、タイムツリー使いよって、うん、もう12月まで毎日びっしりある、うん、後で1月のやつ見せちゃおう。え、聞いてほしい。もうかも、あのすごい、マジでユミリンさんの卒業コンサートの時とか、うん、その前まで、うん、休みどこにあるんっていうぐらいびっしり何か書かれてあったけど、うんうん、1月見たらあれみたいな。そう、なんか空っぽみたいな。マジでまっさらすぎてどうしようみたいな、うん、どうしようかでもとりあえず1月はねゆっくりして。僕も1月ゆっくりだから遊びに行きます。そうします。なんか本当に遊びに行く暇なんて全くなかったし、でもお互いになかったよね。行っても会いに行っても忙しいのに慣れてしまって、今がすごいムズムズするけど、うん、そうむずむずする、うん、まあけどね、急に暇になったからとて不安にならずに、あの毎日ハッピーに頑張ろうって感じですけど、ゆっくりできる時間も大事よ。そうね、休息もせんとね。なんか会いたい人にも全然会えんかったし、友達とか。そう、会えんよね。全然会えんかった、会えんかった。私も会えないね。だからね、いっぱいね会う約束をねしてる。チュキチね、十分リラックスしてみる。ありがとう。6日6日は渋谷プレイス。知らん、私こ渋谷にも知らんライブハウスがあるとは。しかも明日9時半とか夜、うん、遅いね。遅いやろ。そっかそっか、頑張ってね。うん、そう、ゆっくりしよう。あと本読みたい、今めっちゃ。もう本読む時間なかって、ガチで。だから読みたい本が溜まってるから、なんか公園とか行って本読みたい、うん、一日。なんかすっごい大きい飲み物持って本を読みに行きたい。でもなんか外で読みたいけど寒いや、うん、どうしようかな。どこで読むのがいいかな。こたつ。こたつない家に。ラキのお腹に乗せるあったかいじゃあラキとイチャイチャしながら読むわ。プレジャー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 。カフェね、あ、カフェいいね。カフェいいね。でもさ、なんか図書館やったとこの隣。あ、そうなんだ。あそこね。わかったわかった、渋劇の隣ね。あ、あそこがプレジャープレジャーなんだ。へえ、なるほどね。うぃ、カフェいいね。カフェ、カフェいいね。読書します、たくさん。すごい、トシさん気づいてる。今日なんかももちゃんの目が大きい気がするやって。そう、私が格好が強すぎる気、ももちゃんも格好増やしてって違うよ、多分これ、多分ね、カラコン。あ、カラコンか。じゃあなんか今、うん、うん、あの普通の透明のカラコンがもうあとちょっとしかなくて、うん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 、今それを使ってしまったらお仕事で目が見えない状態になってしまうじゃん、ね、だから今私はカラコンを使うしかないの、この休みの期間。で、前ももちゃんがカラコンしてるのすごい似合ってて可愛くて好き。そう、なんか最近ちょっと違和感があったんよね。え、可愛いよ。いつもさ、うん、してないからあ変な感じする。めっちゃ可愛い。でも高知に帰る時とかは、うん、お友達とかもしてるから、うん、それするけど、うん、え、だってさ、カラコンってさ、あれ中学校の2年生で初めてつけた。でも私化粧をするのがめっちゃ遅くて、うん、そう、化粧のことは分からんけどなぜかカラコンだけを知っちゃって、うん、で頑張ってネットで買って、うん、ドスッピンにカラコンつけるっていう、うん、すごい頭のおかしなことを捨てた。え、でもさ、あの前髪ちょっと分けちゃった時代。あ、そうかな。あれぐらいかな。あの時めっち
本当に変じゃなかった、そんなメイクしてなくても違和感なかった、うん、あ、なかった本当、うん、嬉しい。逆にママはカラコンっていう存在をそんな知らんから、うんうんうん、違和感がなかった。本当本当に裸眼かな、よかった。そう、高いのおすすめのカラコンいっぱい教えてあげるね。うん、いやこのカラコンめっちゃいい、めっちゃ、え、これめっちゃナチュラルやで、ね、これあのモニョンさんのさ、モニョンカラコンのやつすごいお気に入り。これなんかさ、愛ちゃんが前買っちゃったさ、うん、あの何やっけ、カラコンみたいな前つけたんよ、ノリで、うん、したらさ、すんごい大きい多分やつやって、昔、うんうん、めっちゃ前のやつやって、うん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 、すんごいことになって、ほぼ白目がなくなってえ、そう、あのもう分かってない、そのカラコン の、うん、あの大きさがあるとかも分かってなくて、その中学校の時は、うん、本当に何も分からずにつけよったから、今はね、私は目が ちっちゃめやから、あんまりその大きいカラコンつけれんっていうのを、うん、もう今は分かってるから、こういうねナチュラルなやつばっかりつけてるけど、ね、今はナチュラルな人が多くない？確かに確かに、なんか昔はそう、愛が若い時とかはちょっと平成ギャルみたいな感じの時は、そうそう、大きめカラコンが流行ってたんよな、わざとらしいくらいな。まあ流行ってないけど、そういうの、そう、その頃のやつ、愛理ちゃん言ってたやつさっき買った、え、マジ？おすすめだよこれ、今ナンバーワン、一番お気に入りのカラコン、これカラコン全然変わるからね、カラコンね。そうそうなの、うんうんうん、ね、あ、今日はねメダルゲームしたね、した楽しかったです。桃鉄、桃鉄、桃鉄のメダルゲームした、めっちゃ楽しかったね、あれ楽しかった、めっちゃ。でもなんかスイッチも持ってるからさ、あ、そうね、ちょっと一緒にやりたいなと。めっちゃ楽しかったね、あれすごいね。未だにカラコンの目を見ると、え、そう、これ、うん、怖い、こわぴ、こわぴぴぴぴ、毎日姉妹デートしてる毎日してる、普通に。そうそう、毎日ね。ボンビー出てたよね、出てたけど、なんかもらったよね、うん、なんかね、ボンビーボールみたいなの出てきたよね、落として、頑張って落として、で、なんかね、なんか奥正面、顔は見えん人らやったんやけど、正面の人たちとどっちが早く着くかゴール対決みたいなのがあって、着地って、着地の場所が、そう、目的地一緒やったんやね、そう、一緒になったら勝負みたいな、そう、目的地が一緒になったから勝負みたいなって、でも、そのスタート時点で半分ぐらい進んでたよね、マスが、相手側の、そう、相手側の方は、もう私たちより半分ぐらい進む、もう先におって、でもどうしても負けたくなくてね、うん、超頑張ったんやけど、本当にあと 2マスぐらいの差で負けたよね、うん、めっちゃ追い上げてってたんやけど、ほんまにあと2マスぐらいのとこで負けた、めっちゃ悔しかった、めっちゃ悔しい、うん、めっちゃ闘争心むき出しで頑張ったけど無理やった、そう、悲しい、楽しかったけどね、ね、あれ、どこいた、あった、やりたいよ、ですよ、姉ちゃんもピンクしてくる、これ私の服をお姉ちゃんが取っているのです、今借りましたずーっと盗んで毎日これ着て寝てるそう、トシさん、3周年とありがとう、早起きました、あ、まだ、まだ、まだいるよ、早く会おうね、まゆはまだね、マレーシアです、だから、ね、ずっと LINE はしてるんだよ、
ありがとう。でだから今度愛理ちゃんともマレーシア行きたいって言ってくれて、スピンごめんね、絶対2024年はマユとマレーシア行きます。かしょ、そう、あきおめ、ヒカルありがとう。音聞こえてないのか。ヒカルありがとう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 。伝わるかな。ありがとう。そうだから私も早くマユと会いたいのに。早くマユと会いたいのに、マユが海外に行ってるから会えないの。私も早くマユに会いたいの。会いたいのよ。めっちゃ会いたいんですけど会えないんです。アブシさんありがとう。ひみちゃんと同じね。伝わった。え、すごい。ひかるありがとう。うるうるめひかる。ありがとう。書いてもいい？いいよ。ありがとう。ひらひらひかるお空の星よ。絶対ここから分かんない。お互い。明日は早起きしなくて、そんなに早くないよ。出番が9時半やから。そう、なんかでも今月さ、うん、なんかのんびりしすぎて、うん、いいんかなみたいな。わかる。私も本当に年始からこんなに、また数日やけど、なんて言ったらいい、こんなにダラダラ遊ばせてもらって、うん、本当になんか大丈夫かなって気になってる今正直。ヒカルありがとう。ごめんすっぴんで、マジでごめんね。ちょっと私映っちゃうわ。いつまで休み？もう明日からはお仕事だにゃん。先日頑張った。先日はそうね、忙しかった。11月もめっちゃ忙しい。できたかな。ありがとう、ヒカル。やばい。でもいっぱいお洋服用意しないといけないわ今日。そうなん？忘れちゃった。マジ？アブちゃんありがとう。だって明日から行くもん。そっか、そっかそっか。服貸してくれる？うん、いいよ。ある？私が着れる服って。でもさ、愛が着てきちゃったさ、白いワンピースとかも全然着れそうやね。うん、確かに、うん、あるある。明日初ももかさん行くか迷ってるなって。もちゃんのサイリウムはピンクと緑だもんね。ピンクと緑釣ってくれてたらもうロックオンしてすぐ、ロックオンしてするやって。ピンクと緑なんで、緑はねちゃんと同じにしてるのよ。こちらそう、可愛いでしょ。愛です。そういうとこ、この前振ってました。だってわえー、ありがとう。そう、もーちゃんに合う服もあるよ多分。短めのやつだったら多分合える。あ、短めのやつ。もーちゃんにストリート系のファッションさせようかな。え、よくね。そうしよう。ストリートも好きよ。ただでも高いじゃん。まあ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 ね、やっぱブランド物が多いから。そう、ね、ちょっとそれと、もう一回買うのをやめようってなっちゃう。確かに着させるね。じゃあ、うん、着させてみよう。そう、服がね、アイリ様に振ってた緑持って。そしてそして DNA 一緒だから。DNA 一緒だから、うちらたまにあの表情とか似とるって言われる。あ、本当？
え、そう、顔も言われるよ。だから、うん、たまに愛ちゃんを感じて不意に出る私の愛ちゃんを感じてもらって。でもさ、本当に似てるねって言ってくれる人と似てないねって言ってくれる人で、うん、多分見るとこの違いよ。めっちゃ半々やない？雰囲気とか身長とか全体で見てくる人と、顔オンリーで見てくる人と、なんか、なるほどね。あ、募金したよね、募金した。そうそう、そう、あの神社に募金があって、うん、それでちょっとでもって思って、そんなに大金は入れれてないけど、うんうん、募金してきました。しました。そう、本当に似てるねっていう人と似てないねっていう人で分かれるな。まあでも、うん、骨格とかさ、背丈が全然ちゃうからさ、 そこ込みで見てくれる人はキャラとかね、うん、そうやな、そうやな、似てくれる人は似てないって。いる？いる。当たりじゃない？これ当たりまだあるんか。当たりとかあるの？表情たまに似とるって。本当？そう、もーちゃんの仕草が時々愛理ちゃん似てる。え、本当？嬉しい。こういうこと？もーちゃんには言っても許されるのね。まあ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 、まあ、他のアイドルさんに行かれるんやったら全然もーちゃんに言ってほしい。まあ、行かないのか、ベスクやけどってことや。うんね、もーちゃんって言うよ。でも他のアイドルさんに行く、うん、行く、行ったら、まあ、好感度が、まあ、死ぬほど下がるわけや。でももーちゃんはさキャラが違うじゃん、うん、だからお互いに応援しやっとるけど、どっちかに好きになんか変わるみたいなことなくない？うん、推し編がない、うん、キャラが違うから、キャラちゃうからな。だからお互い、モモのファンの人が愛ちゃんを見に行くこともあるし、愛、うん、ちゃんのファンの方がフェスとかの時にちょっと見に来てくれることもあるけど、ね、なんかそれやから推し編するとかがないのが平和でいいところ、ね、うん、そうね、うん、うん、ふまい推しの人もね、持ってくれるよね。妹に推し変した人いる？おるおるおる。でも、ももちゃんから私に推し変した人おらんくない？え？おらん気がする。おるおる。でも、FT のファンの人が愛ちゃんに行くことある？あーね、モモのファンの人じゃなくて、うん、そう、確かにめっちゃ来てくれる人はおるわ。そう、でも全然もうやったら嫌やないわ。オタは若い方に流れる。おい、流れないよ、大丈夫。何言ってんだよ、私の魅力知らないのか。24年間培ってきたこの魅力とオーラと色気分かってないな。全く分かってないんだから、全く分かってないんだから。若い子には流れないよ、うん、大人の魅力の方が素晴らしい、すごいもんでしょ？うん、女らしい方が良くない？そうだよ。やっぱね、大人の魅力がね、それはちょっと大人の魅力じゃないかな。食べ物見せてくれ。家たどり着いたの？お疲れ。そう、若い方がいいの。え、面白いけど。私年齢
確かに若い子ってめっちゃピュア、うん、フレッシュで可愛いなと思うけど、うん、なんか年齢の話をめっちゃ考えた時があって、年齢っていうことについて、なんか例えば生まれつきこの子はもう14歳ですとかさ、うん、17歳ですとかさ、もうずっとその年齢みたいな、もう運みたいなやったら若い子に価値があることが分かるんだけど、でもは唯一さ平等じゃん時間の流れって、うん、みんなに持って生まれてきたものとか容姿だったりそれには差があって平等じゃないけど、時間の流れだけはバカみたいに平等やから、なんかそう思うと年齢って全然すごく考える必要がないものやなと思ったよ。っていうかその時の魅力がそれぞれにあるんじゃない、うんうん、そう思う、そう思う。だから若い人はフレッシュな可愛さがあるし、うんうんうん、大人になったら色気とか、うんうん、大人の余裕とかそういう部分があるから、うん、もう男の人は年上が好きよ。ほう、でもさ、なんか若い子応援するとするやん、うん、じゃあ14歳でした、でその子がきっと若いだけやけ好きなわけないと思うじゃん、うん、その子に魅力があって可愛くて、でじゃあその子が年を重ねてってもその魅力は、まあ、変わる、うん、人は変わるから分からんけど、その子好きな理由が あるわけや。だからなんかその、うん、じゃあその子が年を置いたから若い子にまた推し変をするっていうのは悲しい話かなとは思うわな。まあそれぞれよね。まあね、フレッシュな人子が好きな人はそういう人もおるし、ね、大人な方が好きな人もおると思うし、うん、その子焼き好きって人もおる、ね、そうね、それぞれ。そう、若いモークが二十歳ね。だってさ、モークが二十歳ってやばくない？ありえんがやけど。やろう、うん、なんかモーちゃんと居酒屋やける年齢になんかこう抜かれる感じ、なんかもう年齢をこう追いかける感じする自分の中でふかーって面白い、ちょっと置いてかれてる感ある、年齢に。どうしよう、あと2分半やって、やばーい。色気は出ますか？いや、なんかそう、一生色気出ん気がする。私が教えてあげようか？いいわ。私が教えてあげようか。10歳のひなっぴさんありがとう、12のすばるさんありがとう、11のたかちさんありがとう、今日の方が可愛くて好きかもしれないありがとう、10のひやさんありがとう、9のまぼろしさんありがとう、8位のドラガンさんありがとう、明日明後日お待ってるね、7位のミシェルボイスさんありがとう、6位のクゲちゃんありがとう、5位のお疲れさんありがとう、4位のエビサムさんありがとう、3位のケンさんありがとう、2位の TX さんありがとう、1位のトシさんありがとう、寝てもいいだ、おはよう、ありがとうね、バイバーイ。あ、終わった終わりました。 OK 投げキスしていいよ。はい、ギフトまーす。あ、まだ終わってない？うん、終わったよ。あ、この配信は、うん、まだ終わってないよ。じゃあ、最後に私のギフト、海が入るのも微妙し、待っとくわ。ありがとう、ブチンと。ミミちゃん、ありがとう。セクシーモモちゃんやって。かわいい、あ、かわいい、かわいい、かわいい。どう？ええやん。でも目だけはね。こうやって、こうやって。かわいい。かわいいやん。かわいい、かわいい。ロケなんてなくても、きっといいねん。かわいいよ。いつかあと5年後たったら出るやろ。うん、気長に待とう。5年経った姿、こうちょうど私ぐらいですけど。やっぱそうですよ、5年経ったらこれぐらいセクシーになれるってわけ。セクシー、これぐらいセクシーになれるってわけ。19歳ぐらいでもうセクシーじゃなかったっけ。